それは、奄美大島海峡を中国原子力潜水艦が通過後、太平洋へと向かった2020年6月のことでした。海上自衛隊からは、B1 哨戒機、護衛艦、加賀が、すぐさま現地へと向かい、対応任務に当たったのです。日本では、中国の潜水艦はデータ取りできており、今回は、逆に、日本の潜水艦への対応力を試しているようですね。そこまで、日本を甘く見ない方が、良さそうとは思います。なぜなら、さらなる次期潜水艦の開発が進んでいっているからです。ここでは、太平洋型潜水艦の次は、どんな潜水艦か見ていきましょう。軍事技術には、様々な新機軸が投入され、それが定着することもあれば、一定の条件を満たすものへの導入に止まる場合も多いのですが、そうした技術の潜水艦の代表例がポンプジェット式推進でしょう。潜水艦におけるポンプジェット推進は、アメリカやイギリス、フランス、そしてロシアと中国などのほぼ一部の原子力推進型の潜水艦への限定的な導入に止まっている推進方式となっています。この最も先進的に思えるポンプジェット式推進が一部の潜水艦のみに採用されるに止まっている最大の理由は、最大でボンおよそ30ノット以上の高速でなければ従来のスリュープロペラに効率で劣るためです。アメリカ海軍が当時のソ連をあらゆる面で凌駕するために、惜しみなく、コストと技術を投入した CLF級潜水艦には、ポンプジェット推進方式が採用されていますが、水中最大速度は35ノット以上とも言われています。これに比して、海上自衛隊の潜水艦は、もちろん通常動力型であり、最新鋭の、総、流型、等流などでの水中最大速力は、20ノット以上と低速であるため、ポンプジェット推進は採用されていません。海上自衛隊の装備品としては、潜水艦の兵装ですが、最大速力40ノット以上を誇る97式魚雷や89式魚雷には、ポンプジェット推進が用いられていて、その速度での優位性を取り入れたものとなっています。ポンプジェット推進は、推進する本体が周囲の水を取り込んで、それを勢いよく噴出することで高い推進力を得る技術です。そのため、潜水艦以外でも高速な水上艦艇に採用され、レジャー用では水上バイクなどに用いられています。前述したように、およそ30ノットを超える速力以下では、エネルギー伝達効率が既存のスクリュープロペラ方式に劣るほか、機構が複雑な上、それゆえに高価になりがちな特性が採用される艦艇の種類を限定しているのでしょう。反対に、ポンプジェット推進のメリットとしては、高速を実現できることに加え、噴出する水の向きを調節し、進行方向を変える特性上から、舵が不要となるため、かつまた、水深の浅い状況下でも航行させられる点が挙げられています。ただし、これらのメリットのうち、ポンプジェット推進を採用している潜水艦が目的としている部分は、やはり、水中航行時の速度にあると考えられています。それ以外は、副次的な特徴に過ぎないと言えることでしょう。ちなみに、通常動力型潜水艦において、2023年現在において、最新の仕様となっているのは、X 字型の舵と1枚のスクリュープロペラであり、そう、流型も、ここの構成を採用しています。2017年に中国人民解放軍海軍 BLAN は、電動ポンプジェット推進方式潜水艦技術の開発に成功したとの発表もありましたが、これも衝撃的でしたね。
ペラ式推進では、機械的に、駆動軸で回転力を得ていますが、中国が新開発したと主張する円推進方式では、電動モーターを推進機側板に組み込む方法をとっています。サウスチャイナモーニングスターは、緑推進方式ポンプジェットには、円形の電動モーターを側板内部に取り付けていて、ベンローターを回転させて、ポンプジェットの空洞を作ることで、推進力を得ると報じました。駆動軸がない潜水艦は、静かになることから、その分探知が難しくなるというデメリットがあります。中国は、新型推進方式は、キャビネットを減らしてくれるので、音響特性で探知されにくい、との主張をしていました。中国人民解放軍海軍、BLAN の少将は、研究チームが世界をリードする技術を実現して、次世代原子力潜水艦に搭載するとの意気込みを示していると、新聞でも報道されました。中国の技術は、アメリカを凌駕し、アメリカより、先に、この技術を完成させたとも述べていたそうです。この時、中国は、新型ポンプジェットは、中国人民解放軍海軍、BLAN の次期原子力潜水艦に搭載するとした上で、095型攻撃潜水艦、096型弾道ミサイル潜水艦を想定しているとのことでした。しかし、中国人民解放軍海軍、BLAN から、新型艦が、この技術を搭載するとの発表は公開されていませんでした。アメリカは、ポンプジェット式推進技術を、ロサンゼルス級、シーウルフ級、バージニア級の攻撃型潜水艦に搭載しています。合わせて、コロンビア級の原子力弾道ミサイル潜水艦にも搭載し、さらに統合発電推進方式で、永久磁石によって、駆動軸を回転させることにも成功しました。駆動軸のない推進方式は、潜水艦推進力の指向の目標と言っても良さそうです。アメリカ軍の関係者は、中国の言い分は、そのまま信用できないとも言っていました。ただ、この時の中国の言い分が事実なら、潜水艦をめぐる構図が全く変わってくるとも言われていました。アメリカが有利になっている状況が、中国人民解放軍海軍 BLAN の新開発で圧迫されつつあったのです。それでも、アメリカ軍の潜水艦よりも、静かな艦が登場するとは誰も思っておらず、中国は、潜水艦開発の発展途上国から抜きんでることはできませんでした。ただ、中国が緑推進式のポンプジェットを開発し、作戦に投入後作動させることができれば、大きな開発成果となっていたことは間違いありません。中国人民解放軍海軍 BLAN が画期的な潜水艦技術を実用化し、アメリカとの差を詰めることができれば、試行錯誤を繰り返し、いつの日か、技術でアメリカを超える日も、そう遠くないのかも、しれないんです。さて、そう、流型の構成に戻りましょう。X 字型の舵は、それまでの十字型の舵を進化させた機構で、十字舵の場合、4枚が、それぞれ、上下左右の向きを担っていたものを、仮に、どれか1枚が破損したとしても、他の3枚でカバーできるように改良されたもののこと。加えて、十字舵の場合には、海底への接触で、舵を破損することのないように、舵自体が、船体を超える長さにはできませんが、これを X 字にすることで、長さ、表面積とも拡大することができるため、運動性能が向上しています。これは、具体的には、十字舵の親潮型潜水艦と比べ、X 字舵の、そう、流型は、約3割の旋回性能の向上を実現、
浮上に要する時間も短くすることに成功しているとされています。さらにより機敏な動きが可能となっているのです。また、かつての潜水艦は、スクリュープロペラが2機だったものが、近年では1機となり、それに伴い、スクリュープロペラの羽の枚数自体も、3から4枚が5から7枚へと増加する傾向が見られています。これにより、スクリュープロペラの羽の形状も、3から4枚の頃の全体に、幅が広面積なデザインから、5から7枚では、L 字型に尖ったような形状に変更されました。さらに、潜水艦で重視される静粛性の向上が図られた形状となっています。身近な存在では、現在の家庭用の扇風機などでも、5から7枚の羽を持ち、その形状は L 字型をしており、これも、稼働時の風切り音を抑え、で静粛性を高めるという、潜水艦と同様の効果を狙ったものと言えそうですね。海上自衛隊では、現在の最新鋭艦の双竜型に続く3000トン級の潜水艦も建造を開始していますが、こちらも双竜型の能力をさらに高めた、その延長線上にある仕様とめされ、新機軸は少ないように見えます。すでに、この3000トン級潜水艦の次級となる艦艇の設計も開始されているようですが、いかに、リチウムイオン電池が、その能力を高めても、現状では、ポンプジェット推進を有効にできるとは考えがたいようだとも言えます。しかし、電池技術の進歩以下によっては、そうした予想を覆し、ポンプジェット推進のメリットを活かせる通常動力型潜水艦が建造される可能性もゼロではないかもしれません。リチウムイオン電池は鉱物であるリチウムを利用した電池で、正極と負極の間をリチウムイオンが移動して満つる放電を行う二次電池のこと。二つの極を持っているので大容量の電力を蓄えることができ、携帯電話や PC のバッテリー、産業用のロボットや工場、車まで幅広い用途で使用されている電池なのです。高電圧、高電流が得られるのが最大のメリットで、同じ性能で比較した場合だと、小型で約 30% の軽量が見込めます。長寿命とも言われていて、満つる放電可能回数が、ニッケルカドミウムの約2倍という驚愕のパワーを誇ります。種々の電気特性が優れているので、急速充電が可能のほか、満つる放電の繰り返しによる充電容量の低下もなく、使用しない時の電圧低下が少ないため、艦艇にも多数使用されるのですね。これだけ見ると、リチウムイオン電池がいかに高性能かわかりますよね。現在のリチウムイオン電池をしのぐ可能性のある電池としては、固体電池、空気電池、燃料電池などが挙げられます。これら複数の方式のものが、基礎研究の段階から実用化に向けた段階へと進化していくことも、今後があり得るでしょう。